園田競馬レース展望です。この時間は5月24日金曜日、その金ナイターの展望を行ってまいります。この時間の解説は大阪スポーツ瀬戸晴人さんです。こんにちは。こんにちは。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。我々は先ほどちょうど時間的には第33回オグリキャップ記念、笠松の全国交流のレースを今見たところで今収録入ってるんですけども地元兵庫タイガーインディ道中5番手うちからね、最後大接戦を制してということで勝ち切りました。なかなかね、うちからって伸びにくいもんですけどね、いい根性見せましたね。そうですね、なかなか外に出そうにも出せないような状況下でね、まあ、ちょっとあれ外はちょっといけないですよね。まあそれでもうちでね、我慢してよく伸びました。あそこ行くしかなかったんですけどね、よく伸びましたよ ね、 ねえ、やっぱりこれでこうまたさらに箔がついたと言いますか。いや、やっぱりね、まあ、なんていうんですか、やっぱりよそで他地区で勝つというのはね、やっぱり地元で勝つよりやっぱり値打ちがね。そうですね、はい。まあ、ダートグレード競争で、黒船賞3着というのもありましたけども、もうまさに短距離界イグナイターに次ぐ兵庫のナンバー2になっていると言っても過言ではないでしょうね。もうね、現状の勢力図はね、もうそんな感じで、まだまだその位置との距離はまだ結構ありますけど ね、まあ、ね、まあ、ちょっとそのうちね、はい、対決も見てみたいですけど ね、 そうですね、はい。広崎賞また重賞勝利積み重ねて重賞今年4つ目、しかも全国交流も勝ってということです。おめでとうございます。それでは5月24日金曜日、その金ナイターの展望へと移りましょう。メイン11レース10レース、そして推奨馬、これを挙げていただきます。まずはメイン11レース大阪スポーツ賞です。4歳以上 A1 A2 混合戦です。 1400m 戦、車配ということで、はい、力がいやもう入りません。そうですか、もう大ベテランです。力入ると、はい、よろしくないというのはもう身をもってね、わかりました、長年もう身をもって痛感してますので、ね、はい、その平常心で打った印、肩の力を抜いて、わかりました。その中で打った印、こうなりました。瀬戸さん、本命4番のテイオーターナ、まあ、骨っぽいメンバー揃いましたけど、この馬に本命重視ですね。はい、そうですね、まあね、馬券的にはなかなか面白いレースなんですけどね、うん、そのなんていうんですか、こう、ね、バリバリのオープンというほどのね、まあ、タイガーインディー級までは、いないんですけどね、まあでも実績馬もいますしね、面白いレースなんですが、まあ、ここはテイオーターナ、まだね、まあ、タイトルも手に入れてませんし、まだオープンで胸を張れるほどではないんですが、ただこの間ね、まあ、重賞でちょっと強いところの胸を借りてね、はい、兵庫大賞典、はい、最後はちょっと離されましたけどね、ちょっと道中おっというね、感じは見せましたしね、レース終わり大垣騎手もね、いやこれは次につながると思うというようなことをね、喋ってましたんでね、今日ぐらいのメンバーであればね、一発ないかなと。まあ園田もね、この間重賞一戦級相手の6着ですけど、はい、コース実績は抜群にいいですからね、これぐらいのメンバーならワンちゃんあるいはツーちゃんないかなと。はい、わかりました。そして対抗が大外12番バーニングペスカー、ここに座は笠間先生、重賞勝ちもありますが、そうなんですよね、まあ、やっぱりね、先ほども言いましたけどね、他地区の重賞で結果を出しているというのはもう本当調子の良さのバロメーターと言えると思いますしね、まあ、この馬9歳ですけどね、まあ、大事に使われてるんでね、そんな衰えもないですしね、まあ、外枠ですけども、スムーズに前付けできればね、十分やれるんじゃないでしょうかね、はい。白銀走破の勝ち馬です。で3番で評価黒三角、こちらも実力馬花武さんです、はい、兵庫大賞典前走8着です。そうですね、まあ、この馬の場合はやっぱりね、背負わされますんでね、その辺が気にはなるんですが、まあ、この金量で勝ってますしね、はい、前回ちょっとゲートで、まあ、突進というかちょっと花面ゲートにぶつけたりして、はい、遅れましたね、ちょっとスムーズさを変えたところがあったようなんでね、まあ、平場のこのメンバーで吉村騎手ならというね、まとめて面倒見てもおかしくないでしょう、はい。そして白三角2頭、まず7番のガリバーストームがこの印ですね、はい、そうですね、まあ、ガリバーストーム、あともう1頭印入れたのが秘密る一文字なんですが、はい、まあ、進行勢力といいますかね、まあ、これからオープンで活躍しようかという2頭ですよね、言うなれば、まあ、勢いそのままにその2頭がね、ワンツーなんてこともあるんでしょうけど、現状まだちょっときついかなと。とにかくガリバーストームはやっぱり逃げたいですよね、専用で逃げてペースを作れればやっぱりね、
実績馬ですからね、そのまま一気に運んでもという気はしますけど、ディアタイザンがちょっと調子上がってるんでね、最近そうですね、7歳馬内から行くと、そうガリバーストーム楽にはいけないと思うんでね、2番手の競馬もちょっと頭に入れておかなきゃいけないかなという、その辺があるんでね、ちょっと控えめの評価にしました、はい、なるほど。でむしろね、姫鶴一文字はね、僕は3歳児からかなり期待してたんですけど、まあ、ここへ来てね、ようやく、ちょっとこうね、期待通りの走りをね見せてくれだしたかなという気がするんですけども、まあ、牝馬ですけどなかなかいい根性してますしね、まあ、上位争い馬券圏内なら十分でしょうね、はい、このぐらいの距離もいいみたいですね。そうですね、はい、はい、戦4で勝って連勝を狙います姫鶴一文字まで印が入りました。これを踏まえてのフォーカス買い目です。瀬戸さん3連単、ここは4番のデオターナ頭勝負、まあ、久々にね突き抜けるシーンに期待しました、はい、組み合わせ12点です。大阪スポーツショーメイン11レース7時55分となっています。では一つ前10レース4歳以上特別 B1 B2 混合の 1870m 戦9頭立て、印こうなりました。本命6番のキーワード、勝ち見に遅くなっていますが上位まとめてますね、はい、そうなんですよね、本当堅実だけど、なんて言うんですかね、こう勝てそうで勝てないというかね、なんかこう並んでしまうとこう合わせ馬みたいになって、こう周りの馬が好きなのかなのかこうスパッと抜け出してくれない、そういうもどかしさはあるんですが、でも潜在能力は高いですよねこの馬ね。それともう一つはね、マイネル・イビンスをこのレースはどう見るかというのがね、4連勝中、そうなんですよ、一つのポイントで、まあ、その他のコース実績も抜群なんでね、無論ね、細かいこと気にせずにこの馬に黙って本命という手もあるんでしょうけど、まあ、ちょっとねメンバーこれまでとは違うなというところがあるんで、まあ、僕はこう危うさもあるかなと、負けるとすれば今回かなと見て、ちょっと他の馬を本命にしようと思ってね、まあ、それでキーワードを抜擢したんですけどね。なるほど。で対抗がビナハロンの方なんですね、はい、まあそうです、この馬もねこの間逃げてね、まあ、やっとこさ時計的にもそう言われたもんではないんですが、まあ、でもちょっとレース間隔空いてましたんでね、それを思えば、上等というかね、使っての上積みは十分ですから、あとはもうこの馬の場合は自分との戦いというか気持ちの問題ですよね、いい位置取って前向きに、ね、走ってくれるかどうか、まあ、自分の力を出し切れば連勝まで狙えますよね。なるほど。まあ、この2頭を、ね、まず単候補に挙げたんですが、まあ、そんなことあるかいと、やっぱり勢いが違うという感じでマイネル・イビンスね、はい、3番でしょうか、まあ、今日も最後の方吉村騎手勝ちまくってましたけど ね3勝を今日挙げましたんで ね、 そうですね、まあ、その勢いそのままにね、明日もこの馬でさらに連勝を伸ばしても全然おかしくないですからね、まあ、ただ人気すると思うんでね、その分ちょっと僕は嫌ってみましたけどね。わかりました。で白三角2頭7番サバンナモンキーと9番雪のマリアですね、はい、この2頭ではねちょっと勝ち切るまでは厳しいとは思うんですが、共にコンディション自体はいいんでね、サバンナモンキー連争い十分ですし、雪のマリアもこの間 B2 昇級でね、いきなり B1 との混合はさすがにきつかったですよね、はい、まあ、クラス慣れも見込めますしね、まあ、1008なら外枠も別に支障ないと思いますんでね、まあ、改めて見直したいですね。わかりました。これを踏まえてフォーカス解明です。馬服勝負連の軸で6番のキーワード相手4点という勝負になりました。第10レース4歳以上 B1 B2 混合の特別7時20分発走予定です。そして推奨馬のコーナーです。今回は5レース、こちら9番のオットナンバーですね、はい、これはまあね、基本的にはあんまりね人気馬は押したくはないんですけども、できればね穴っぽいところをと思ったんですけど、まあこの馬は人気しそうな、ちょっといろいろレース見渡しても目ぼしい馬が思いつかなくても、まあこの馬ならね前半の資金稼ぎに持ってこいかなと、外枠ならまあ不利なくさばけると思うんでね、信頼できると思います。わかりました。秋舎の押し馬5レースの9番のオットナンバー挙げていただきました。ということでナイター開催どうぞお楽しみいただきたいと思います。解説は大阪スポーツ瀬戸晴人さんでした。どうもありがとうございました。どうも失礼しました。来週30日は地方競馬ジョッキーズチャンピオンシップも行われます。